東洋バス株式会社は、沖縄県南城市佐々木アザニーサと本社を置く、陸運業者である。沖縄本島で、路線バス及び観光バス事業を営む、琉球バス交通、那覇バス、沖縄バスと並ぶ本島の、主要民間乗り合いバス運行会社4社のうちの1社で、ある。4社の中では、車両数、路線数とも最も規模が小さいが、他社に比べ、 各系統の運行距離が比較的長いのが特徴である。路線バスについては、主に本島の東南部を中心に運行を行っている。4社共同運行である高速バスを別にすると、エリアは南部の南上七年式屋から中部の沖縄市、合わせまでで、浦添市、中臼区村、沖縄市などには単独路線も多い。2002年9月、 那覇地方裁判所に対し民事再生法の適用を申請して事実上倒産した。なお、約1年後の2003年6月には、那覇交通が、さらに約2年後の2005年5月には、琉球バスがそれぞれ、那覇地裁に民事再生法の適用を申請し、事実上倒産しており、後者2社は、第一交通産業に事業上とした上で、同社市会社の那覇バス、 琉球バス交通となっている。2003年までに沖縄本島内の路線バスを運行する4社の乗り合い部門の統合の話が進められたが、残る観光部門への融資金などの問題により、バス会社4社と県との足並み揃わず、最終的に沖縄バスの反対により4社統合は白紙となった。事業再生を推進するため、2012年に会社分割を実施し、 南城市に本社を置く東洋バスが東洋バスより路線バス事業、観光バス事業を承継した。その後、東洋バスは2014年11月14日に那覇地裁より破産手続き開始の決定を受けた。系統番号、路線名の後に担当営業所を記述している。定期観光路線かつて定期観光バスを運行していたが2002年に撤退した。 沖縄本島南部の沖縄戦績国定公園や玉泉堂などを回る A コース、本島中北部の国営沖縄記念公園や沖縄市内などを回る B コースがあった。730で日野が指定されたことから、それ以降も譲り受け者も含め車種はほぼ日野で占められているが、大雨バスが5台と三菱不装と椅子が観光バスに1台存在する。 一般路線車については、前扉のみの仕様が標準であり、以前は譲り受け車両はあとドア中、ドア部分を溶接で埋め、窓を設けてトップドア仕様にし、新たに前方側面に方向膜を増設するという改造が行われていたが、近年の譲り受け車両は、他車同様に扉部分はステップを板などで埋めた上で、座席を増設し、扉は締め切り扱いし、 側面方向膜は板にて表示するという方法になっている。なお、初期には外装だけではなく内装も大部分を改装していたが、これも近年は行われていない。沖縄本島では2004年3月頃に沖縄バスが初めて新車でワンステップバスを導入したが、その半年後に東洋バスも譲り受け車という形では、あるが2台のワンステップバスを導入している。 それらの車両は沖縄バスと同様中ドアの使用を想定していない仕様となっており、また他車両の外見上の比較は前ドア付近にあるワンステップバスの表示だけである。730車日の RE101 置き22か906また沖縄本島内の乗り合いバス会社4社の中では最後まで730車が乗用車両として残っていた。これは 他社に比べ代替車両の導入が遅れたことが影響している。その後、譲り受け車両により急激に廃車が進み、2008年6月には1台を残して全車が廃車となった。なお、残った1台は沖縄バスと同様に胴体保存されており、2009年6月に沖縄日野自動車の協力を得てリニューアル補修を受けている。現在は基本的に 日宿大矢のの19 191番の一部便で運行されており、その他に特別運行する場合は、東洋バスのウェブサイトで運行予定を公開している。なお、路線バス車両においては1993年以後は新車の導入を行っていなかったが、2017年に久々の新車を導入した。なお当社は、下記三社とは何ら関係はない。ありがとうございます。